パシフィック旧小海底とは、南太平洋諸国で使用されている小型の小海底オーストラリアが主催する太平洋小海底計画によって建造され、南太平洋の各国に供与された。パシフィックフォーラム旧小海底とも呼ばれる。1982年に国連で国連海洋法条約が採択された結果、各国は沿岸200海里に及ぶ。 排他的経済水域を持つこととなった。しかし、南西大西洋の島諸国のほとんどは、この広大な海域の監視、取締りを行う機材や人材、ノウハウそして資金を持っていなかった。このため南太平洋諸国は1979年から、オーストラリアとニュージーランドに対し、地域の海上警察力整備に対する協力を求めていた。オーストラリア政府はこれに答え、 防衛協力計画を策定し、その中の太平洋小海底計画において、警備用小海底と要因教育を提供することとした。この警備用小海底が、パシフィック旧小海底である、オーストラリア造船工業者が設計及び前提の建造を行った。使用国の運用要求や建造時期によって、設計には若干の差異が生じている。 パシフィック旧昇海底は、その建造目的の通り排他的経済水域の紹介にあたっており、漁業取り締まりに重要な役割を果たしている。また、創作救難や災害時の物資輸送などにも用いられている。なお、設計時点での寿命は15年であったが、延命回収を受けることでこれを7年伸ばしている。2000年10月にはさらに回収を行い、 寿命を30年に延長することが決定された。ありがとうございます。